皆さんおはようございます。ダーマ久保井健太です。笑い日本史言いたいと思います。嫌ですね、小林伊佐さん。こういうの、夜の営み凄まじい絶頂ぶりもレッスンじゃないですよ。びっくりですよ。はい、王将平八郎なにわのボンバーマンでしょう。いやー、びっくりしました。途中からストレス発散で火をつけることが目的だったんじゃないかなと思います。江戸時代版のボンバーマン、これ令和ボンバーマン、江戸時代はボンバーマンじゃない。はい、これアーサー道中、これね、おじいちゃんですよね。この時代劇よくありますね。水戸黄門よくありますね。徳川光圀、これ引退後に諸国を漫遊してないそうです。意外ですね。江戸城マジーと呼んだそうですね、吉宗兵糧記ではね。暴れん坊将軍、はい、もう大変ですよね。ドラマでよく出てますよね、時代劇。あと大海事前わかりますよね。吉宗のこの三代目家光の頃、どの将軍で出るのかね。はい、江戸時代の265年は本当に変化ないんですね。はい、ザ・トウイチも実は勝新太郎も出てますし、陣内孝則さんも出てたね。以上です。バイバイ。